TS 第3弾神。どうもプロスピナンバーワン芸人の大野たかゆるです。よろしくお願いします。大野ちゃんです。よろしくお願いします。さあ、今日ですね TS 第3弾登場しました。ありたます。ありたま、ありたまということで、今日ですね12選手徹底的に見に行って最後30連というふうにいきたいと思います。狙いの選手も、話していきたいと思います。まずは12選手見ていきましょう。さあ TS 第3弾ですね。まあまあまあ30連で1人確定ですよという話でございます。まあこれはね奇数弾はまあいつも通りですね。こんな感じですね。でまずヤクルトから見ていきましょう。はい、池山さんですね。まあ池山さんもむちゃくちゃ強いですよ。そう、去年の TS 第3弾で俺は一番の目玉だと思ってたんですよね。そう、まあ今年はさらに豪華なんで、まあ池山さんもちろん今年も狙いですけども、まあちょっと能力は見ていきましょう。アーチストでございます。でミート75、パワー80、走力73ということでオールマイティですね。うーん、でショートも守備 B とで裏捨てもオール B ということで、もう全く問題ないです。池山ここにありです。はい。でアーチチャンスついてるのがめちゃめちゃ強い。5番あたりで打たせたいね。で、さよなら男もついてますよ、ということでございます。ちょっとだけスイング見ていい？スイングだけ、どんな感じ？お、どんな感じですか？どうだ？どうだ？うん？続いて、エグサ投手ですね。まあ、978か。なるほどね。あ、ツーシームファーストがデフォなんだ。ストレートないんだ。なるほどね。これがどういう変化するかによりますね。まあ、おもろいっすよね。タイピングもついてる、おもろいっすね。データ。データ、小久保さん。小久保ちゃん。もう俺の去年のね、去年から動画見てる方はわかるよね。ソフトバンクの小久保さん当てて、ガチャで。ガチャかな？累計かな？忘れたけど。当てて、まあ、小久保ちゃん、正サードだったよね、去年はね。ソフトバンク版。で、これ見てくださいよ。ミート A やん。巨人版。え？むしろ良くなってるやん、ソフトバンク版より。ミパ同士いけるやん。で、アーチで。まあ、守備もね、まあ問題ないっちゃ問題ないんでね。ただまあ、冷静に皆さん考えてください。冷静に。岡本さん持ってる方、ね、いらっしゃいます？まあ、岡本さんの方がやっぱ広角ついてるからいいかなっていう感じはしますね。冷静に見るとね。ただめちゃめちゃ強い能力ではありますね。出た、丸さん。出た。はい、今日、まあ、まず狙いの一人でございます。はい、まあ、池山さんが一人が、二人目でございます。はい、丸さんが二人目の狙いでございます。これ、単独高弾道になってるけど、多分パワーヒーに変わります。はい。で、これが、高級筆座でミパ同士ということでございますね。なるほどね。で、特殊でセンターも円乗るよと。で、補給も D あるよと。D あればいいです。はい、守備も積極、いいです。最高。超広角パワーヒー選球が言うことなし。最高のノリだ。ノリさん。ノリさん、やっぱり中日出た。ねえ、言うたでしょ、大野ちゃん。まあ、能力はちょっとね、バファローズ版よりはちょっと踊るけども。まあ、アーチミート76、パワー77と。まあ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 。で、そういう、守備、でも特殊で B 乗るやん。まあまあ、特殊で B 乗るからいいか。まあでも、スローイング方は、なるほどね。ファーストもできるんだ。なるほど。ファーストもありだな。超広角アーチ片目打ちか。まあ片目打ちがバファローズもチャンスだよね。まあそう考えると、まあ片目打ちは正直ね、リアタイ的にはあんまりいらないんですけど、まあ超広角アーチは嬉しいかな。で、内川さんですね。内川さんはまあミート88はまあすごいんだけど、そう。すごいんだけど、これイチローさん同様あまりリアタイでは、突出してるわけではないんだよね、この能力っていうのは。そう、まあ使いやすいっていう風にはならないんだよね。なぜかっていうと、まあ中弾道だからね。で、守備もちょっと器用貧乏的な感じだよね。まあリアタイ的には使えないかなっていう感じはしますね。まあ横浜純正の方は欲しいでしょうね。大本命出ました。僕の大本命です。メイン赤の大本命、金子千尋さんでございます。球威83、制球77、スタミナ81。制球ね、まあ言うたらこれオール A もいけますと、いうことでございます。めちゃめちゃいい能力で、まあもうリアタイやってきたら分かるよ。抑えてきてついてんだ。
リアタイやってきたら分かる。スプリット2種が強え。このスプリット2種が強えの。そう。で、切れ出す三振タイピングが強えの。そう。もうね、一番欲しい選手でございます。今日の一番の大本命でございます。で、大谷投手ですね。大谷投手、まあいい能力では来てるよね。いい能力では来てる。ツーシームがね、でも俺結構ね打てちゃうんだよな。あんまりね言いたくないんだけど、まあでもタイピンのツーシーム B はまあなかなか強いし、コントロールゲーム強いよねっていう話なんだけど、まあ打てちゃうんだよな大野ちゃんは。で、牧田さんですね。レフト B なんだ。牧田さんなかなかいいっすね。ライトも守備的でいいぞ。あのチャンスレーザーミミも逆、楽天ジュースのことは絶対欲しいっすね。これ出た出た、ソフトバンク版杉内。僕が2020年からプロスピ始めてガチャでゲットした選手、杉内投手です。はい、タイムスリップ第1弾で出ました。松坂狙いだったんですけど、杉内さんで、もう初代の頃、初期の頃ね、うちのエースでした、リアタイの。はい、ただだんだんプロスピというものが分かってきて、リアタイでは使えないなっていう風になってしまったんですね。杉内さんもなんか能力変えてほしいなって俺思うっすよ。そう、なんかね、ツーシームとかつけちゃう投げてないのに。で、西山高橋さん、高橋さんって言ったらね、俺もうほんとね、俺が見てた、俺がよく西山の試合見てた時の、キャッチャーですね。まあ、スローカさんだったんだけど、途中から。でも高橋さんもキャッチャーやってました。はーい。で、ファーストとかでも出たりしてたよね。高弾道ミート74、パー77、なるほどね。強いね。で、キャッチャーの守備適性が C まで行くよと。まあ、ただ、スローイングいい形っていうのはもうキャッチャーでは守らせられないです。で、チャンスパイク満塁男なんで、まあ、西山ジュースだったら代打かな。ってな感じがね。で、辻井さん。いや、TS 枠井来なかった。まあまあまあいいでしょう。TS 枠井、俺確定で取れると信じてるよ。第4弾で来てね。で、辻井さんですね。まあ、低弾道っていう時点で、まあ、リアタ的には厳しいっす。だったら補給93ともめちゃめちゃ強えよと。TS 菊池並みだよと。TS 菊池さんはね、まあ、守備エース行くんで、まあ劣るとは思うんですけど、ただセカンドのまあ守備の要としては全然いいんじゃないかなと思いますね。さあ、ということでガチャいきましょうか。まあね、30円していきます。はい、どういうことどういうこと、99、どういうことバグってない。30円していきます。はい、狙いは整理してみましょう。金子千尋さん、丸さん、池山さん、この3人でございます。はい、自チームはあえて日ハムでいきます。よろしくお願いします。さあ、もう10年目から来ちゃえ、 TS 第1弾よろしくお願いします。来い。いや、何もなし。いや、ピッチャー調子くん、いやー、これは渋いね。 10年目ちょっと渋いな。あ、渋なんじゃこの渋さ。シェーブ飛ばないし、なやこれ。A ランクも重要よ。A ランクも重要。A ランクも重要なのよ。これ渋っ。過去最高に激渋。いきます。10連目。おい、ケイマさんね、ナイス。ありがとうございます。さあ、20連目いきましょう。もうあっという間だよ。あっという間に終わっちまうよ。さあ、ここで。来い、演出。エースランク演出。シロ。よっしゃー、ナイス。ここで2枚引きを見せちゃう大野ちゃんでありたい。それはないが、ただここは TS 打ち抜いてると俺は信じてる。 TS を大野ちゃんは打ち抜いてると信じてます。金子千尋か丸、金子千尋か丸池山、金子千尋か丸池山、頼むぞ頼むぞ、打ち抜けよ TS。 中村のりのりまあのりさんは正直継承はしないです。はい、ただまあ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 、オッケー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 、いいでしょう。いやー、まあ TS 打ち抜けたのはね、嬉しいですね。あの累計回収にかなり役立つんで。はい、稲田さん。さあ、30年目ですね。ここで僕は金子千尋をゲットします。絶対にゲットする。そして先発ローテに組み込む。お願いします、お願いしやーす。いいよ、調子くん、レッツゴー。白、まあ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 、2枚引きあるかな。2枚引きなし。おい、調子くん、打たない。おっかっていいよ。
金子千尋さんかマイルさんか池山さんお願いします。頼みますよ。頼みましたよ。おぎた頼みましたよ。頼みましたよ。 A ランク打ち抜いてこいよ。まずその前に何しとんねん、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 おい。ということで今日の動画この選手で締めます。お願いします。頼む。また帰ってきたな杉下さん。